李高校は、満州国の中国共産党による、東北人民革命軍第一師団長、県産坊長、養成武の片腕として活躍した。別名は、李広氏系、李広美、李義山、抗日名称と呼称されている。1910年に、韓国景気導流岸軍で生まれ、1926年に、吉林省、これ道県ルサクチバシコタムロに定住。 1927年、南万農民同盟と青年同盟に加入。1930年8月に、赤英隊が組織され、隊長となる。1930年9月に、中国共産党に加入。1931年に、中共万弱県委員会これ道、総比特別支部組織委員。1932年、万弱中心県委員会委員。 1932年2月に、満州省委員会から楊タスクアオが派遣されて、赤衛隊は万弱遊撃隊に発展し、李高校は隊長となった。さらに、同年4月に、楊林が派遣され、万弱高能義勇軍が成立し、李高校は第二分隊政治委員となった。1932年6月、満州高能反日義勇軍第四軍第一。 重体参謀長。同年11月、中国高能高軍第32、軍南万遊撃隊共同体政治委員。1933年9月、東北人民革命軍第一軍独立士、参謀長。1934年末、東北人民革命軍第一軍第一師、市長県政委員。1935年2月13日夜に、 平安北道交渉高利東高鎮を襲撃、警官隊と交戦し、多くの戦利品を露隔した。王力港を越えて、朝鮮を襲撃した県はこの他に、近日清の普天保の戦いだけである。同年5月に、日満軍と戦い負傷して、寒飛と出券黒、勝氏の密英で死亡した。没後、利高校死体と名付けられた部隊が設立され、1946年に、 南満州で戦闘を行い解放戦線で活躍した。第二次世界大戦後に満州に居留していた日本人が中国政府に協力して共産党の支配に対して放棄した通過事件では放棄の鎮圧と逮捕処刑の主力として活躍した。毛沢東と近日政から高い評価がなされていた。1988年11月25日には 万弱市の万弱朝鮮族中学校は、万弱しくれない高中学校と解消されている。2015年4月20日には、吉林市が主管して、吉林町中にて、反フ,ファッショ戦争勝利70周年、朝鮮族抗日名称、利工公事席開顧講演が開催された。ありがとうございます。